はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。とその前に皆さん僕に少しだけ時間をください。最近ね YouTube のコメントや Twitter の DM でこう来ます。 YouTube のコメントでは初めてです。でもずっと前からニコニコ動画で見てました。自分の携帯を持ってないので YouTube でコメントはできませんがずっと見てますみたいな感じのね DM やコメントが最近ですねちょいちょいあるんですよ。多分携帯を持ってなくてですね YouTube にコメントができなかったり Twitter のフォローができなかったりしてる方、おそらく今この動画を見てる方たくさんいると思うんですよ。いやそんなにいねえかそんなにいないと思いますけど、そのみんなが携帯を持って僕に一言でもいいので連絡してくることを本当に心からお待ちしております。それまでね多分僕はずっとこのマリメをねやり続けてるでしょうっていうことでみんなでバトル始めていきますか。いやさっきの話に戻りますけどね、ほんと意外と多いんですよそういう内容の DM やコメント。僕からしたらチャンネル登録者数の数数字が上がるよりも全然嬉しいことなんですよね。やっぱ見てくれてる方がね増えるっていうのはとっても嬉しいんですけど、やっぱりなんていうのかな、あなたのことがすごくファンですっていう強い気持ちを感じれるからめちゃくちゃ嬉しいんですよ。さあそれじゃあ早速やっていきますか。第一戦目、おマリオは連れてってくれると思ったけど連れてってくれないか。ちょっと待って待って、えベルあるじゃん。あこれ熱いね。これ逆にさなんかやられてよかったパターンじゃない。でこのままねいけば、いやワンチャンあるよこれ絶対いけるでしょここにもあるのね。ね、そんなに、あ、これ上からいけない、多分いけないでしょ。いや、やっぱいけんね。あのですね、最近僕自撮りをツイッターにちょくちょく上げてるんですよ。で、そのね自撮りなんですけど、まあ、その上げた自撮りをですねこの動画内でたまに使うことがあります。皆さんねもう知ってると思うんですけど、たまになんかわけわかんない誰かの画像みたいな出てくるじゃん、なんかね、謎のなんかキモいやつ自分で言うけどキモいんですよ。そのキモいやつをね使うとなんか動画的に面白くなるかなと思って使ってるんですけど、あれ全部僕です。はい、で謎なね、このコースはめっちゃ謎なね、大丈夫かこれは。これは上から行った方が良さそうですけど、いやこれ結構きついね。ちょっとドッスンの上から行った方が良さそうだから、ドッスンの上行こっか。オッケーオッケー、あのマリオの方、マリオとかルイージが行ってるじゃん、あっち行きます僕。こっちでいいの？大丈夫？オッケー待って、ゴールさせて、せめてゴール、ゴール、ゴールダメだダメだダメだお、なんか見たことあるね、クリボーの森。なんかたまにない？ああいうクリボーの森みたいなやつ、なんかクリボーがいっぱい出てくるみたいな、まあコース名はねよく見るんですけどね、ああいうコース名。これはクリボーの森だったらなるべくねアイテム取っていきたいんですけど、ここはね一回僕アイテム取らないでいきます。先でアイテムが出ることをね祈ります。ここら辺で一回出ないかな、いや出ないね、出ないってかブロックが邪魔でね、うーんちょっと取れないねアイテムで、これ取っていきます。で多分これアイテムでしょ、よし来た多分あのキノピオクリボーにやられるがいいさね。よしよしよし、やられてやられて、危ないよ、よし OK 多分ね後ろに僕がいると思うんでね、ちょっと待って、いやよしよしよし、ナイス、多分後ろに僕がいると思うんでね、結構プレッシャーだと思うんですよ。 OK ナイス、このままもうゴールあってくれ、ゴール、いやこれジャンプでいい、ジャンプしたけどいい、 OK やっと、よし OK ジャンプ、今見た、今ね僕邪魔したつもりなんですよ、いやちょっとやった勝った、これ絶対勝ったと思わん、ここゴールでしょ多分ね、もうゴールがあると思います。はい来ました、これアイテム取っていきます僕、イエーイじゃあこのね亀騎士邪魔なんでね、みんながやられないようにここで投げておきましょう。あルイージ待ってくれてる、一緒に待とうルイージ、いや待って待って危ない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 、モンティジルブレイク。あの先日おっしゃいました通り、あの YouTube ライブではですねフレ戦を結構やってるんですよね僕。でそのフレ戦をやってるんですけれども、おそらく YouTube にねあのコメントできない方はね、僕にねちょっとアポイント取れないから、うーんなかなかねあのフレンドになりませんかっていうのをね、あの送りにくいと思うんですよ。送りにくいっていうか、まあわからないと思う。いやちょっと待ってこれ危ねえいやこのチョロプーはきついな。でそのあの YouTube にコメントを送れないからね、なかなかねあのフレンドになれないっていう方いると思うんですよ。ですのでここでフレンドコードを公開したいと思います。負けだけど、
あのライブではですねフレンドコードっていうのはもう公開してるんですけど、ニコニコ動画とかね、あの YouTube ライブが見れないっていう方はたくさんいると思うんですよ。ですので一旦ここに貼り付けておきますね。じゃじゃん、これが僕のフレンドコードです。あの一番わかりやすいのはですね、あの名前とかにピオキング何々みたいな名前の方だったらねもうすぐにわかるんですけど、まあ無理やりそうしていただかなくても結構ですので。いやこれおきょこきょこきょ待ってって、もうキノピオ待ってって、やめてって、もうそういうのやめて、僕しない、僕そんなんしないからね、僕絶対そんなんしない、はいここいたら無敵もう超無敵。えこれ右行く、右行ってみる、あなんかあるね、こっちが正解みたいな、ほらほらほら熱くないここで、どんどん右に行くみたいな、よしここ入ってみよう、ルイージやられたね、オッケー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 、でこのまま右に行って、こっち行こう、こっち行きます僕、ここめっちゃ怪しくない、ねえここめっちゃ怪しい、うわキノピコ行ったら結構攻撃的なんだよな、うわ惜しいうわ惜しい、いや今日マジで勝ちが少ないね。まあ見てる皆さんにとってはね、まあ僕がね勝ち続けるより負けた方がね意外と面白いかもしんないんですけどね。一番右の人の顔なんかエロいね。あのねちょっとね皆さんに勘違いしてほしくないんですけどね、僕ね左だねこれ左だね、あのね僕は下ネタとかね話さない人間だと思ってるでしょ。いやそんなことマジでないんだよな、僕ね結構下ネタ話すんですよ、むしろねあの好きな部類に入るぐらいなんですよ、僕もそれなりの一般成人男性だからね。今日なんかいやまずいよ、今日の取れ高1回しか勝ってない、非常にまずいですね。ここら辺で一旦ねラストバトルっていうことで勝って終わりたいところではあるんですけど、じゃあ次勝って終わるわ。かっけえあのキノピオめっちゃかっけくね、スーパージャガイモってあと謎だよね、スーパージャガイモ、オートベーチック短め全自動、全自動で勝つのってさちょっとあれだよね、ちょっとあれなんだよ、何言ったいかわかんないんですけど、これどうしようか、これどうしようか、どうしようどうしよう、これもう無理じゃん。ゼルダの伝説4人の勇者、そういうの好きだよ。でもゼルダで4人コースか、僕ねいろんなアイテムあると思うんですけど、このゼルダがね一番苦手なんですよね。よしそれじゃあ行きますか。あのさっきも言った通りですね、マジで苦手なんですよこのゼルダ、ゼルダのアイテム操作っていうのか。よしこれはシャシャシャ、よしオッケーシャ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 ってこの語彙力のなさやばいよね、シャシャシャはまずいな、これチョビちゃんが苦手なんだよな。オッケーオッケー、で次は上かな、あここで爆弾か、なるほど、でこのままどんどん爆弾でどんどん壊していけみたいな、どうしようか、これ真ん中狙うのか、いやここ行こうか、いやちょっとね一番下のマリオ、一番下か分かんないけどマリオ、いやルイージか早いの、2番手に僕ぐらいだと思うんだよな。よしオッケー、でこのまま抜いていきます、でこれはヒップドロップ、オッケーオッケー、ここはヒップドロップ、よし、いやこれはリンク取っていこう、多分取っていかないまずいでしょ、なるほどここで弓か、弓を取って、あっリンク取ってない、あこれ無理じゃん、これ終わった終わった、えワンワンいた、ルイージんとこ行こうね、ルイージんとこ行きます僕、ルイージは多分全部ワンワンとかねぶっ倒してたからいけると思うんですよ、ちょっとごめんよルイージ、これもね勝つための戦法なんですよ。よし OKOKOK、OK OK、でこのままドアに入っていきます、長かったらいいけどね、で次はこれどういうことだ、謎だな、めっちゃ謎なんです、はいこれはめっちゃ謎です、どうしようどうしよう、えどうしようこれ倒せる、全然勝てん、やめれん、スロープジャンプデザートケープ、それじゃあこのスローなんとかで勝っていきます僕、ちょっと本気出していきます僕ね、今まで本気じゃなかったんですよね、あの動画的にさやられる方がね面白いかなと思って本気じゃなかったんですよ、でもたまにはねもう本気出して終わるのもいいかなって思うんですよ今下入れると思ったマジで下入れると思ったね、こうやって、いやちょっと待って、よしオッケーオッケーオッケーね、こうやってね本気出して行くのもいいんですよ、やられたけど、いやでもまだチャンスあるよね、まあキノピコだけでしょ、まあキノピコだけぐらいだったらねこの可愛い妹を先に行かしても、ね兄ちゃんには結局勝てないんですよ、まあキノピオが兄ちゃんかは分かんないんですけど、オッケーオッケー、でジャンプ、キノピコ焦ってるでしょ僕が前にいるからね、でこのままジャンプ、いやジャンプせんでよかったジャンプせんでよかったね、まあこれ落ち着いていけばそんな、うわこれはチャンスあるね、一番レート上じゃん、なんて読むか分かんないけどとりあえずレート上だね、いやチャンスあるよ、レート一番上でした僕、はいこれ一番左上のドクルがめっちゃ可愛いね、よしオッケー、これは土管に入っていきます、どんなコースだろう、うわ難しそう待ってこれはアイテム必須でしょ、ちょ待ってマリオ待ってて、兄ちゃんどけって兄ちゃん、よしオッケー、こっちはねやめるかやめないかの瀬戸際なんですよ、よしよし兄ちゃんやられました、はい
ッケー、じゃあこのまま渡っていきます。これはアイテム取っていこう。わっ来たやった、これ絶対勝ってないと思うけど、絶対とまでは言わないね。でもね、勝つ確率っていうのはだいぶ上がったね。僕ね今キノコですよ。っていうかこのボス結構難しいよね。でこのまま右に渡っていこっか。よし、鉄球がどんどん上から降ってくるね、あのパターンのコースだね。だから鉄球にさえ、上から降ってくる鉄球にさえ気をつければ全然なんてことないコースなんですよ。あんまりね、でも遅く行きすぎたらまずいんで、どんどん早く行きます。よし、後ろはまだ誰も来てない。ここでお前かマジかよ、せっかく勝てるチャンスだぞここは。マジかよ、どうしようか。ここら辺で一回さ、こうやって回転ジャンプでさ、こういう風に待っておいたらいいと思うんですよね。よし、 OKOK、 じゃあこれ結構無敵じゃない、ほらほらね、これ無敵だよね。あ、これ勝てる勝てる。うわマジか、ここであと一回。なんでいや、やったぜありがとうありがとう、キノピオ本当にありがとう。じゃあここで一旦今日は終わりたいと思います。それじゃあまた見てね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。